宇宙世紀0079スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けた。開戦当初より新型兵器モビルスーツを実用化していたジオン軍は物量での格差をはねのけ初戦を有利に展開していく。一方モビルスーツの有効性に気づいた連邦軍も直ちにモビルスーツの開発に着手。しかし技術的にはジオンを上回っていた連邦軍であったが、モビルスーツによる実戦のノウハウは完全に遅れを取っていた。そこで連邦軍はモビルスーツによる実戦でのデータ収集を目的とした部隊を設立。この特殊部隊は全世界を行動範囲とし、危険な任務に就くことも多く、そのため人は彼らをモルモット部隊と呼んだ。であるから、近々ヨーロッパで開始される大規模な作戦のためにジオンの戦力を少しでも割く目的で世界各地での戦闘命令が出ている。君たちモビルスーツ特殊部隊第三小隊もその任務に従事してもらうこととなる。その作戦とは噂されていたオデッサ作戦ですか？それを知る必要はない。君たちはできるだけ多くの敵の注目を長く引きつけることが任務である。つまり陽動が目的ということですね、公園巡将。そういうことだ。なるほど、我々モルモット部隊にはお似合いの任務だ。これからはモビルスーツが戦場での主役となるでしょう。だからこそ巡将はあなた方に期待しているのです。特殊部隊としての自分たちの役割はよく理解しているつもりです。それでは V 作戦で試作されたモビルスーツを一機送ります。他の部隊では有効な運用方法が見出せなかった機体だそうです。それと新任の戦闘オペレーターを紹介しよう。ノエル・アンダーソン伍長です。よろしくお願いします。彼女のモビルスーツ戦術論は一級品だぞ。私が保証する。第三小隊隊長マット・ヒーリー注意だ。よろしく伍長。はい。では作戦準備に取り掛かってくれ。筆報を待っている。はっ。
一機でも多くの敵を引きつけて勝負をかけ、そろそろ借り入れ時だな。やらせるかよ。よし、ガンタンクの射程に入った。遠慮なくこれでも食らいやがれ。そんな動きで避けられると思っているのか。
連邦の雑魚め、機動力の違いを思い知れ。させるか。連邦のモビルスーツなど恐るるに足らん。引いてくれなければもう手加減はできない。やってくれたな。悪いが、これで終わりにさせてもらう。雑魚に構ってられねえんだ。さっさと片付けねえとな。運だけじゃ勝てねえってことを教えてやる。宇宙世紀0079 10月、ジオン軍の地球侵攻作戦において、地球上の重要拠点を失った連邦軍の戦力は低下し、また補給線の確保に失敗したジオン軍も根本的な戦力不足に陥り、両軍の戦線は膠着状態のまま半年が経過した。地上の連邦軍とジオン軍の戦力は絶妙なバランスで均衡しており、そのため双方ともに身動きが取れなかったのである。しかし、この状況に変化が訪れる。ジオン公国軍地球方面軍司令のガルマザビ大佐がホワイトベース隊の活躍により戦死。この結果、地球上に展開していたジオンの各方面軍の指揮命令系統に混乱が生じた。これを好機と見たレビル将軍は、水面下で計画を進めていた反攻作戦の目標をヨーロッパ黒海沿岸にあるジオン軍最大規模の資源供給源オデッサに設定。連邦地上戦力の約3割をも投入し、地球上のジオン軍を掃討すべく一大反攻作戦、オデッサ作戦は今開始されるのであった。
き残る手立てはあるはずだ。引いてくれなければもう手加減はできない。オデッサの戦いの勝利によって地上での戦局を盛り返した地球連邦軍は徐々に地球上での制圧権を取り戻していく。そしてそれに伴い第三小隊にも次なる任務が下された。ジャブロー防衛任務。地球連邦軍本部ジャブローへ攻撃をかけるジオン軍降下部隊の阻止と地上に降り立った敵戦力の掃討任務である。このジャブローでの戦闘は熾烈を極めたが、次第に物量に劣るジオン軍は敗走を始め、それにより戦局は決したと判断したマットは敵に対して撃破ではなく投降を呼びかけるようラリーたちに命じた。無駄な戦いはしない、無駄な殺戮はしない、無駄な血は流さない。しかしその判断が仲間の死へとつながってしまう。そんな、ラリー、嘘だと、嘘だと言ってくれ、ラリー。なんであの時ラリーを止めたんだ、マット隊長。敵は目の前にいたんだ、ラリーは撃てたんだ。それをあんたが投降させろって、あんたが止めさえしなきゃ。第三小隊は補給作業が済み次第アジア方面への出撃命令が下る。これが本部からの指令だ。ただしラリー少尉の死のこともある。戦力的理由としてこの命令を白紙に戻すことも可能だ。俺は行くよ。アニシュ、ジオンの兵を皆殺しにするために。一方、オデッサの敗戦後アジア方面に逃れたケンビーダーシュタット率いるジオン外人部隊は連邦軍の敗残兵狩りによって徐々に追い詰められていった。そしてその戦いの中でケンたちも大切な仲間である勇気を失ってしまう。ケン、勇気が、勇気が、勇気、ご長、勇気は私をかばって私のせいで。隊長、喋るな。隊長、メイさんだけは空へ連れて帰ってあげてください。お前、隊長がメイさんにご自分のお嬢さんのことを見ていたの知っています。だからこそメイさんだけは空へ。いいから喋るな、早く止血を。アジア方面軍にはまだ打ち上げ可能な HLV が残されているはずです。それを使って空へ。空へ帰るときは全員一緒だ。ケン隊長、ありがとうございます。
ユキ、ユキ！これは戦争だ。しかし、だからといってそんな言葉でごまかすことができるのか。この血の償いは誰が受けるべきなのだ。誰にこの報いを。連邦軍すべての兵にこの血の代価を払わせてやる。自分の判断ミスによって部下を死なせてしまったマット。そして勇気の死の代償を求め復讐機と化した剣。仲間の死の代価は彼らに思いの行き着く先を与えず、運命は互いの力によって二人を戦場へと誘う。戦いを早く終わらせるための戦い。俺はそれを信じてきた。しかし
そのために部下の命を危険にさらしているのだとしたら、そこに俺の目指そうとしている理想はない。教えてくれダリー、俺は間違っているのか。We'll be right back.
命の代価をあがれ。貴様の血でな。俺はこんなところで死ねねえんだ。俺は生きるために戦う。死にたくなければ前に出るな。脇が甘いな。悪いがやらせてもらうぞ。逃がさん。無駄な血を流させないでくれ。ケルググ、やつか。なぜこんな殺戮のための戦い方をする。貴様らに仲間を殺された。その血の代価を払わせる。それはお互い様だ。俺たちも大切な仲間を失った。黙れ。血の報いを受けろ。貴様に俺の邪魔はさせん。悪いが容赦はしないぜ。行け、メイ。空へ戻るんだ。行け。空で待ってるから。必ず必ず迎えに来て。メイを頼むぞ、ジェイク。任せてください。HLV 射出開始、発射します。ラリー、お前への手向けだ。しっかり受け取れ。しまった、 HLV は落とさせはしない。アニッシュ、やめるんだ。あいつ、HLV を守るつもりなのか。あんたこと撃つぞ、隊長。アニッシュ、もういい。やめるんだ。なぜだ。なぜラリーの敵を撃つのがいけないんだ。憎しみは憎しみしか生まない。本当は分かっているはずだろ、アニシュ。だからお前は撃てなかった。いや、撃たなかったんだ。隊長、連邦のモビルスーツがまだ。我々のここでの役目は終わった。連邦のパイロット、俺たちは仲間の死を忘れはしない。血の代価を払わすまではまた次の戦場で会うことになるだろう。俺たちの任務はまだ続行中だ。奴との決着は必ずつけることになるだろう。連邦軍 MS 特殊部隊第三小隊マット・ヒーリー、ジオン外人部隊ケンビーダーシュタット、常に危険な任務をこなし、苦しい地上戦を勝ち抜いてきた二人の兵士は互いに生きるための戦いの道を歩んでいた。仲間の死という形で思い知った戦争という名の現実。それは希望を捨てずにどこまでも生き抜こうとあがいていた彼らの胸中に何を刻んだのか。それでも二人は戦うことをやめなかった。自分の信じる戦いに対する思いとともに、流す必要のない血は流さず、敵味方関係なく一人でも多くの人間が生きるための戦いを貫こうとするマット。
それに対し仲間の死に対する代償を求め、仲間をこれ以上死なせないためにも敵に対する情けをかなぐり捨てた剣。そして二人は己の答えを胸に秘めつつ、戦場という舞台でその激突の時を待っていた。
くらえ。かわしきれるか。まだこの程度でやられるわけには。お前らとは腕が違うんだよ。くそ、なりふり構ってられねえな。どんな困難があろうと俺は生きる。本当の勝利は敵を倒すことじゃない、生き残ることが勝つということなんだ。俺は戦争を早く終わらせるために戦っているんだ。一兵士に何ができるというのだ。戦場で生き抜く、それがいかに困難なことか。お前とて仲間の死という形で嫌というほど味わったのではないのか。俺は今でも仲間を生かすために戦っている。戦いだけでは生きてはいけない。戦いは憎しみを広げるだけだ。力をぶつけ合っても何も生まれない。戦争は終わらない。だがたとえ困難だろうと俺は生きる。死んだ仲間のため、そして何よりも空に残してきた家族の元へ帰るためにも俺は生きるために戦う。死にたくなければ前に出るな。たとえ困難だろうと俺は希望を捨てはしない。落ちろ。なに、こいつは。マット・ヒーリーとケン・ビーダーシュタット、生かすため、そして生き残るために戦い続けてきた2人の兵士の根底にあったものはどれだけ違うものであったのだろう。連邦とジオン、それぞれ違う立場において仲間の死を悼み、そしてこれ以上悲しみを増やさないために戦ってきた結果の果てが二人の激突だった。戦場において己の答えの行き着く先を彼らは共に求めていたのだ。そして互いの答えが決まる瞬間、それは起こった。終戦協定が結ばれました。これにより地球連邦とジオン共和国との間には、隊長、聞こえてますよね。全チャンネルに同時放映されているんです。グラナダで終戦協定が調印されたって。終わったんです、戦争が。終わったのか。俺たちの戦争が。俺たち、今俺は敵である奴のことを俺たちと言ったのか。ならば戦いが終わった今、俺たちにできることは何だ。戦いが広げた憎しみを超えてやるべきこと、それは兵士としてではなく俺個人として名乗ろう。マット、俺はマット・ヒーリーだ。ケン・ビーダーシュタットだ。憎しみは何も解決しない。隊長のこの言葉がどうしても頭から離れなかった。それはアニッシュ自身で正しいことだって分かってるからだよ。人は分かり合える。だからこそ憎しみも乗り越えられる。そうですよね、隊長。宇宙世紀00801月1日、この日地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。それこそが
互いのなすら知らず戦い続けてきた二人の兵士が待ち望んでいた答えだったのかもしれない。かくして戦いは終わりを告げ、戦争によって作られた多くの悲しみを背負い、そして希望の未来へと歩み出す。後に一年戦争と呼ばれたこの戦いによって残された大きな傷跡さえも人々は乗り越えていくだろう。そうして時は流れゆく、永遠とともに。